マルコによる福音書、4章26節から34節までです。その時、エースは人々に言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜、昼、寝起きしているうちに、種は芽を出して成長するが、 どうしてそうなるのか、その人は知らない。土は一人でに身を結ばせるのであり。まず茎、次に頬、そしてその頬には豊かな身ができる。身が熟すると、早速釜を入れる。 収穫の時が来たからである。さらに、エスは言われた。神の国は何に例えようか。どのような例えで示そうか。それは、からし種のようなものである。土にまく時には、地上のどんな種よりも小さいが、 まこと成長してどんな野菜よりも大きくなり葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。イエスは人々の聞く力に応じてこのように多くの例えで御言葉を語られた。 例えを持ちずに語ることはなかったがご自分の弟子たちには密かに全てを説明された <music> 一つの福音ですけれどもこの身近な福音の中には二つの例え話が えてますね、イエイス様は神の国について説明しておられるのです。第一の例え話の中にはまず「信頼」という言葉が浮かんでくるんですね。ある人は土に種をまいて知らないうちにその種は芽を出して成長するんですね。 それから、また、だんだん、大きくなって、みを結ばせるのであり、まず、茎とか、次に、ほそして、その、ほには、どかな、実ができるこのような大自然の中で、神様の、優しさ、神様の、導き、 恵み、痛感させられます。それに対しては私たちはただ委ねることでしょう私たちはただ頼って神様にすべて任せて信頼してそしてその御心に沿って歩むことですそれだけですあとは神様は私たちを養ってださいます 信頼することここで、うん、目立ちますねいやここにその言葉自体が出てくるわけではなく私たちのそれを頼み言葉に応えるふさわしい心構えのことです神様に信頼することそして神様は自然に私たちを養ってくださいます それは2つ。もう一つの例え話はからし種のことですね。これもまたちょっと不思議なものですね。小さな種ということ。でも成長してどんなに野菜よりも大きくなるとイエス様はおっしゃいます。 葉の影に空の鳥が巣を作れるほど大きくなると。これから何を学ぶことができるでしょうか先ほどの信頼の心もちろんのことです。また自分の力ではない全て神様の見せつりによって神様の恵みによって 私たちは成長して神様がお望みになるような人になると思います。ですから、謙虚さが大切です。謙虚さ、これがなければおそらく神様は私たちを育てることができないと思う。成人たちは自分が成人とは思いませんでした。最後まで自分が罪人だと。そのような謙虚さ、 それから、謙虚さと申しますと、ああ、自分何もできない、控えて、何も言わない、やらないという、その、それは謙虚さじゃない。やはり謙虚さというものは、自ら与えられた能力、恵み、カリズマなど、自分で作ったものではなく、あくまでも神様からの贈り物ですと。 神様からの贈り物。このような謙虚さが大切です。花が咲くまでは、やはり日光も水も大切でしょう。同じように私たちは神様が望まれるような人間になるためには、信頼感、神様に信頼することと謙虚さ、 これは日光と水のようなものと考えられます。では今日も良い日も変えてください。いつも神様あなたを見守ってそしてますます恵んでくださいましょう心から祈りお別れしたいと思います。この次までごきげんよう。